おはようございます。西田便長さんと申します。よろしくお願いいたします。いきなりですけど、今日これやります。ポストコーヒーのストレンジャーズボックス2。これを開けて飲んでいきます。よろしくお願いいたします。この中にやばいコーヒーが数種類入ってる、そういう箱なんです。このストレンジャーズボックスをですね、ポストコーヒーさんからまさかの便長だといただきましたので、今回も動画でぶち込まさせていただく、そういうことになります。そもそもストレンジャーズボックスね、今回初めて聞く人もいると思いますので、何かっていうと、コーヒー界のすごい人たちがですね、それぞれの個性をバキバキに発揮して、でこの中にぶち込みまくると。前回のストレンジャーズボックス第1弾の時は3名ですね、3種類のコーヒーがここに入ったと。でそれは特に縛りとかなかったの、ただそれぞれの個性ぶち込んでくださいみたいな、そういう話でフリースタイルってことですね。今回聞いたところによると、あるテーマのもとにそれぞれが作ってきた、そういうことになるらしい。しかも今回前回の3名に加えてプラス1人入ってると。これちょっと恐ろしいことが起こるんじゃない。前回確か売り切れたんじゃなかったですかね、なんか買えない人も結構いたみたいなノリらしいんですけど、これはね、あの2月15、今日ですね。今日から予約して、で、その分、まあ、作るみたいな。それなりにね、準備数はあるのかなと。そういう感じらしいんですけど、いっぱい出たら、まあ、それなくなりますわな、みたいな雰囲気はちょっとあるみたいな。というわけで全部表しました。この、いつも通りのこのビール、あると。パスタか。ちなみに前回の3人ってちょっと開ける前にね、コーヒージャーナリストの岩崎太蔵さん。あ、もうこれ説明必要ないですね。と、花山大樹さん。ワールドブラズに日本のなんやかんやです2冠達成した人と、キャセペスさん、これ世界チャンピオンですね。世界で成績を収めて、もうあらゆるところで引っ張りだこの、このカセヤさん、はじめこの3名が前回入ってたと。もうそれ聞いただけでね、みんな知ってる人ならもちろん、その3人の入ってんのやばすぎるだろ、ポストコーヒーどうなってんの、ポストコーヒーその3人どうなってんの。開けてみます。ブリブリに入ってましたと。こっからしてデザインがやばすぎる感じになってるんですけど、ストレンジャーズボックス悪魔が司ってるのかみたいな冊子が入ってたんですけど、今まさに伝えたい最高の朝入り、今回のテーマは朝入りと、そういうことらしいんですけど、いやいや、それよりもこのストレンジャーズボックス、闇何かが起きそうな気がする、そんなデザインになってますね。今まさに伝えたい最高の朝入り、新たにライトアップコーヒーの川野ヒューマが参戦し、スペシャリストの思いとスキルが詰まったスペシャルなコーヒーをお楽しみください。はい、川野さんが入ってると。川野ゆうまさん。ライトアップコーヒーという青色のなんか鳥のモチーフのデザインのロゴのコーヒー屋さん。すごい有名だと思うんで、皆さん知ってる方もいると思うし、YouTube もね、やってらっしゃるんで、僕もね、川野さんの YouTube 隅から隅まで見まくってますけど、その川野さんのやつがプラスアルファ追加されてると。裏見てなかった。みんながポーズをとってそれぞれここに乗ってんすよね。マジでここに乗りたかったっすね。いや、コーヒーを出したいとかじゃなくて、この写真だけ撮りたいんで、今度一人でパールでやろう。もう潜在写真をそれぞれ撮るみたいな、もうそれぞれのポーズ、これどうやって決めたんだろうっていうポーズなんですけど、プロフィールみたいなやつと入ってる豆、それに対する個人的な思いみたいなのが下に書いてあるんで、飲む時にピヨ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 言いながら進めていこうかと思いますね。自分がもし見てる方もですね、ストレンジャーズボックスを自分で豆焼いて作るとしたら、どんな写真で撮ろうか、そんなことも想像しながら楽しめるボックス、そういうことがすごいな、ポストコーヒー。まあじゃあ、僕がワン紹介した時と同じ順番で行かせてもらいたいと思います。最初、岩崎茶蔵さん。イエメンモカマタリですね。これ来ました。僕、モカマタリ好きって言ってたり言ってなかったりする。そういうところなんですね。これね、めちゃくちゃ楽しみですよ。とりあえずね、豆開けましょう。こうクリップでブーンと開けますね。じゃあ、匂いをいざ。なんかクリーミーか。イエメンの朝入りって珍しくないですか？中入りとか、まあ、深入りのちょっと手前ぐらいが多いっていう印象だったんですけど、朝入りは私初めて飲むかもしれませんね。シワシワしてますね。朝入りってなんかね、シワ伸びきる前うんぬん。甘い？はい、こんな具合ですね。はい、モカマタリですね、朝入り。いや、これ楽しみですよ。これは、1袋 45g ですね。が、4袋入って、でお値段も先に言いますが、4320円ですね。これ4000円ちょっとする値段がどれほどのね、化け物感を出してくるのか、それが非常に楽しみなところなんで、まあ、動画の最後に改めてなんか予約のさっきのね、もう感じとか値段とかもう一回言うんで、はい、忘れないようにしてください。はい、その 45g 入って最初にモカマタリあんいってきます。あ、豆の時もなんかクリーミーな甘さみたいなのがあったんですけど、今引いたらなんかね、やっぱりそうクリーミーな感じがあるの。なんだ、あ、これ書いてんのか。イエメン古典的かつ普遍的なナチュラルフレーバーの美学。おお、そう、一回で頭に入ってこない僕の能力です。
昔ながらのみたいなってことかな、要は。ああ、やっぱね、そういう思いが込められてんだ。さすが太蔵さんですわ。ちょっと読みにくいから出していいですか。コーヒーを育んだ大地や人間からのメッセージを的確に翻訳し、飲み手に届けるメッセンジャーとしての役割を意識し、コーヒー豆との対話を重ねましたと。で、この豆に関してなんですが、はいはいはい、これね、伝統的生成工程に由来する個性としての不均一性を加味、あ、プロセスナチュラルって書いてます。ちなみに袋の方にいろいろその豆のデータみたいなの書いてますね。標高とかね。OK、じゃあまず入れていきましょう。イエス、木の匂いです。すっごいいい気持ちになる匂いです。イエメンだとね、まあ、僕のイメージですよ、赤ワインとかちょっとね、あの胡椒、まあスパイスか、スパイスね、スパイス感コクのあるような感じので、香りは華やかなモカマタリってイメージなんですけど、それとはね、やっぱ、ね、ちょっと違いますね。一発目楽しみですよ。じゃあちょっと目の前にあったこのアラビアのヤバいカップで飲みますわ。OK、 入れていきます。でっしょ、やっぱなんかクリーミーな印象最初に来たな。謎バチバチっていう感じの浅入りじゃなくて、もっとね、かなり穏やかな感じですね。鼻腔を撫でる手が非常に優しいですね。こう僕がよく言う例えというか、個人的に言うやつなんですけど、あのピスタチオっぽい感じがありますね。クリーミーな感じとそのピスタチオ感が来るみたいな、非常に心地がいいというか、うん、ごくごく備長炭的にはいけるような、ムカマタリのポテンシャルってことかな。太蔵さんの文章って面白いじゃないですか。さっきのね、結構難しい言葉もあったりするんだけど、それ見ながら飲んだ方がよりなんか深くぶち込める。まあみんなね、見ながら飲んだ方がそれはそうなんですけど、太蔵さんのなおそういう感じがするな。まあこれちょっとね、冷めたらさらにどうなるのかっていうのを楽しみなんで置いといて、まだ別の飲みましょう。次ですね、ザ2人目、うひゃーだけ今ジャイキさんですね。私ね、あのビースポーコーヒーロースター埼玉にね、去年できたんですよ。まだすごく新しいお店なんですけど、それの開店2日目に突らせていただいて、大変恐縮なんですけど、カメラ回させていただいて、そしたら心地よくね、おいいいぜいいぜみたいな、俺ジャイキ撮ってけよ、ジャイキにしよう撮ってけよみたいな感じで言ってくれたんで、でそれもあってね、もう人柄含めもうこの時点で非常に楽しみなんですけど、これがですね、ペニア、これ畑山さんケニアで来てます。あ、ここでみたいな、ケニアなの。いつもね、これジャイキさんブレンドじゃないですか。あ、これブレンドです。ブレンドなんですけど、これケニア一種類のブレンドってことですよね、多分。イノベーティブブレンドっていう名前なんですよ。ケニア数種類を混ぜ混ぜしてる、そんな感じですね。これめちゃくちゃ面白いんですけど、さっき言ったこの豆のデータのところに、品種とか、その標高とか、プロセスとか、全部ね、シークレットって書いてあるんですよ。謎に包まれたケニア。わけわからない状態で、ファーストインプレッション楽しもうぜ。多分そういうことなんでしょうね。で、こっちには、古き良きケニア。甘くフルーティーだけど、バランスの取れたコーヒー。まるでフルーツバスケット。まるでフルーツバスケットですよ。人生っていうの。数種類のケニアをやっぱり、ブレンドすることで複雑性を持ったフルーツバスケットのようなコーヒーになります。なるほど。早速開けてみようぜっていうことですね。ペロリンチョ。あ、酸味の方が強いんじゃねえかみたいな。まあでもこの段階ではまだアイスが入ってる冷凍庫みたいな匂いがしますけど、別に特別に匂いはない感じしますね。これもう浅いってね、そうなのかもしれないですけど、これわかるんですかね、シワが結構ね、もう見てわかるぐらいシワがまだ伸びてない浅いりってことですね。これ結構ね、見た感じも浅いですよね、落ちるよね。カモン注意、オープンザプライス、ジャスト、気持ちのいい酸味ですわ。無印のアロマディフューザーですよ、もはやこれは。 OK、 できました。俺はあったかい時とかどういう匂いするんだろうな。すごい。ジャイニーのペニアのブレンド実食。あー、うまいっすね。なんか思ったと全然違う気がする。酸味酸味してない、全然甘いっすね。僕がいつも甘酸っぱくて美味しいと思ってるコーヒーは甘酸っぱいっていう、一つのなんかね、みかんっぽいというかプラムっぽいとか、そういう感じなんですけど、これはね、別々のタイミングで来てる気がするな。なんか、あ、甘い、飲むときは酸味みたいな、小さめの酸味のボールが転がっていく感じですね。鋭利なレモン感のすごいバチバチの浅いりのケニアとかだったら、小さな三角が転がっていって、ちょツン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 ってちょっと刺激をさしていくの感じなんですけど、これね、エネルギッシュな酸味はあるんですけど、ヌメ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 って言ってくれるっていう。はいはいはい。でもね、やっぱね、甘いですね。甘いという表面の地下丸い酸味がこのスースー通ってる感じ、これが複雑性ということなんでしょうか、ブレンドしてるっていうことなんでしょうかね、これがね。はい、まあ、あまりにも個人的な見解なんで、僕はこう思ったってことですよ。まあ、そんな当たり前か。はい、次はこれだ。うしょー、キャスキャペッションのやつですね。カスヤさんは何ですか、これ。コスタリカベイプル、ここで世界チャンピオンペッさん、
ベイパーってなんだ。コスタリカね、あのハニー生成っていうのが有名で、有名というかコスタリカと言ったらハニー主張みたいなノリがちょっとあると思うんですけど、それがね独特ななんやかんやをあれするって言うんですけど、コスタリカ浅い唾でちょっとやっぱりね甘い匂いがする。うん、コスタリカのベイパー、バタースコッチのような甘いフレーバーと、バタースコッチ僕の脳みそにはない言葉なんですけど、ラムレーズンのように重さのある甘みが特徴。あ、やっぱ甘みのある感じなんですね。アメリカンチェリーのニュアンスも、浅いとは思えないボディ感、結構浅いぜっていう色もある。やっぱねシワシワしてるというか、表面でのジャルジャル感があるってことですね。色もやっぱり浅いりですよねこれね。じゃあこれを早速ペロペロしていくわけなんで、ちなみにここに書いてるのはチェルシーを溶かした甘いお酒を飲んでいるかのようなコーヒー体験と。サッカーのチームっていうことですかね。概念的なものを溶かしちゃう、もうね匂いの段階で甘いんですよ早速。こちら世界チャンピオンになったつもりでドリップさせていただきます。失礼いたします。やっぱりなんかね甘い感じはずっとあるな。あ、え、これアナエロビックなの？見てなかったな、こっち。アナエロビックナチュラル、ゴリゴリってことか。アナエロビックってね、もう独特なニュアンスが出るってやつですね。ハニーじゃなかったですね。アナエロビックでコスタリカ。あ、これね、飲んだことない可能性が非常に高いんで。おい、ジャスマーチ。ジーモケ。激渋の可愛いか。実食。うん。あ、これはすごいアナエロビックですね。もう本当になんかこういう味だ。みたいな味してるこれ。まあ、一番分かりやすさで言ったら一番分かりやすいかもしれない。甘いな、甘いというか洋菓子をそのまま食ってるみたいな感じがします。フレーバーがすごいな。うわ、これすっごい味の太さがすごい、これ、うん、甘いお酒を飲んでいるかのような、甘いお酒を使ったお菓子を食べているかのような、液体を飲んでいるかのような液体、そんな感じ。赤ワインとかを使ったブドウのジェルみたいなの飲んでいるような液、これ結構エネルギーですね。同時に同じ箱に入ってるってちょっと信じがたいですね。未だに僕信じてないですね、本当にこれが届くのかどうか。だから皆さんもね、あの一か八かこれ頼んでみたら面白いんじゃないかと思うんですけど、これはもうこうみたいな、バタースコッチみたいな、これもちょっとね冷めるの楽しみにさせていただいて、そして最後ですね、クアマス、クアマス、これはね、クアマのユーマさん、コロンビアで来るエルディビソ。今回はですね、ベイプラとかエルディビソとかすごい面白い名前がいっぱい来るんですけど、熟した果実味とふくよかさが特徴的なコーヒー、半熟プラムとオレンジの酸やキャラメルの甘さが一体となって余韻まで伸び続ける、もう川野さんが好きなコーヒーですね。自分がマジで好きなコーヒー。ウォッシュドね、朝入りのウォッシュド。あ、でかい粒が、コロンビアのいいグレードのやつってことですね。でっけ、わかります、さっき僕持ってたのと比べたらってんですけど、でっかいですよね。豆がね全部こんなサイズなんですよ。でかめ、色ねすごく綺麗ですね。プリプリプリ。ライトアップコーヒーもね僕何度も行ったことあるんで、それこそね和光コーヒーの荻原さんが東京に来た時も一緒に行きましたし、川野さんはコロンビアのウォッシュですね。これ行きます。これね、いろんなことを書いてあるんですけど、 YouTube の QR コードが載ってて、これそうなんですよね、全員 YouTube やってるんですよ。コーヒーのそれぞれコーヒーのこと上げてるんで、ここからも飛べるってことなんですね。多分この4人からもこれについての動画出ると思うんですけど、それ見てもらうと面白いかもしれないですね。最後締めくくるのは川野ゆうまさんのウォッシュのコロンビアと。これねもう絶対シンプルにうまいです。毎日飲みたくなるじわうまなコーヒー、グッズ石庭で行くか。毎日彩りを与えてくれる石庭というおしゃれな可愛いカップ&ソーサーで、キャンヒューマさんのやつ、コロンビア実食。うまい、シンプルにうまい、やっぱなるほどねって感じですね。すごく綺麗で、そして、ああうまいですね。これもね すごく柔らかい酸味と、ふんわっとやってなんですかね、透けてますよね。透けてるフルーツの なんだろう、輪郭じゃない、本体が輪郭はあるような気がするんですよね。だからこうリンゴがこうってこのオレンジとか音楽ゲームみたいに前から来るじゃないですか。でタイミング合わせてこうプッとボタン押すみたいな音楽ゲームあると思うんですけど、パーッと前から透けてるやつが来るんですけど、それが そのまま受けるって感じです。って、そういう形の酸味と甘みがありますね。やっぱねここの言葉を借りると、本当キャラメル感みたいなのが飲んだ後もね、この歯とかその辺から、ね、じわじわずっと感じ続けるみたいな、そんな感じがありますね。浅入りのいい うまいなと思う。うまいコーヒーだなと思う。僕も買って手に作って売ろうかな、ストレンジャーズボックス。訴えられるかな。こうね宣材写真撮って爆中の途中の写真とかにしたいですね僕ね。荻原さんの寝起きの顔と羊コーヒーの大森さんの叫んでる顔とか、それをまあ2万ぐらいで、ね、発売しようかな、そういうことになりますね。ということで冷めたやつ飲んでいきたいっしょね。これ太蔵さんです、イエメン。あ、冷めてもあんま変わらんな。今ちょっとあんずちゃんがお水を飲んでペロペロって音が聞こえるんですけど、ご了承ください。お茶っぽい感じでも落ち着いた感じで飲める、それがやっぱ古典的で普遍的ってそういう意味なのかな。すご
こいいね、タイトルさん。ということで、次、キャータケマジャイニーのやつですね。あ、すごい、匂いがすごい。あレモンっぽい。あ、ブドウかな。あ、でも甘い、甘い、甘い。甘い。甘いケニアと酸味のあるケニア、どっちもあるのかな。でもね、僕が好きなグレープフルーツのような苦味とか、そういうのはなくて、ちょっと甘いような雰囲気もあるフルーツ感ですね。で、キャータペースさんのやつですね。うわ、すごい。これはいつまで経ってもこれですね。この味、マジ好きな人、一生これ一番好きなんじゃないかぐらいの感じはあるね、パンチが。これすごいね。で、最後、もう一回コロンビアですね。さ、まあ、そんな時間経ってないからまだあったかいですけど、連続で飲むと結構すっごいなんかジェットコースターみたいな感じなんですけど、酸味が分かりやすくなってる。さっき目の前から来る透明なやつが若干透過度落ちてきてるというか、もうすぐはっきり見えるようになってきてますね、目の前から来るあれが。これね、毎日じわうまっていうのが本当いい。さすがの表現だなと思いますね。いやー、これちょっと面白かったっすね。このストレンジャーズがエグザイルみたいに最終的に二十何人になるんじゃないかっていうのを今ちょっとねビビってるんですけど、まあ、僕が入るとしたらもうマイルドカルディを出しますよね。これもう一回ちょっとねここだけ見てほしい。これやばすぎないですか、このデザイン。怖くない、これ。コーヒーの沼に探検に行きそうな感じですよね、これね。今すぐ誰でもそこに行けるってか。おい。で、これが改めて2月の15日、今日の15時から予約が始まっているということですね。1週間ですね。2月の22日まで。22日で注文を打ち切るということです。1週間あって、で、それ入った分を3月の2日から順次発送していくと、のことですんで、まあ、1週間ね、悩める期間あるんで、迷ってる人はね、多分他の人も動画出したりすると思うんで、僕の動画見てもらって、ってるのもそうですし、他の方の動画見て、まあ、買おうかなって楽しみながら悩んでもらえればいいのかなと思います。4320円と、どっちかというとなかなかするなと、絶対的にお金というもので見ればと僕は個人的に思ってるんですけど、まあ、こういったねデザイン性のめちゃめちゃユーモアのある感じとか、それぞれの個性持ち寄ったコーヒーっていうのはここにしかないものだと思うんで、ぶち込める方は一緒に楽しみましょうと、そういう感じですね。以上、ポストコーヒーさんのストレンジャーズボックス2で目指せパープルバーリーでした。どうもありがとうございました。またね。